まれて、サッカーでも私生活でもかなり楽しく過ごしています。特にチームメイトのなんかルームメイトで一緒に住んでいる、小川君とサナが面白くて、毎日家帰って笑って過ごしています。シンガポールに来た時よりは、サッカーや環境に慣れてきて、またチームメイトのプレーも分かってきて、自分のプレーを知ってもらっていて、最初の方よりはやりやすくやらせてもらっています。この前の13節の戦艦戦では不甲斐ないプレーをして、途中で退場してしまってチームに迷惑をかけたサポーターの皆様に不可解な思いを、してさせちゃったので、次からは頑張るんで、長い目で応援よろしくお願いします。 Thank you very much.